はい、えー、おはようございます。こんにちは。こんばんは。障害配信者、池田店長です。今日も元気に動画撮っていきたいと思います。よろしくお願いいたします。はい、えっと動画の概要欄にですね。えっと、先日急に見えなくなってしまった。右目についてのブログ記事、えー、こちらをですね。載せておきますので、えー、誰でもね。 急にいいなりうる可能性のある原因不明の病に侵されてしまいました。はい。そちらについて、えー、まとめたので、ぜひいい興味ある方はチェックしてみてください。で、その記事の下にですね、先日私が立ち上げました、あのー、アニメのサブチャンネルの方ですね、えー。こちらも載せておきますので、ね、こんな見てくれですけども、ね、左右のちょんまげの,の大きさがだいぶ違うっていうね、はい、まあ、こんな見てくれですけども、えー、アニメを一生懸命作っております。はい。 ぜひぜひチェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いいたします。はい。ちょっと懐かしい気持ちになれるアニメです。はい。で、今日の動画はですね、えーまあ、この猫ちゃんは全然関係ないです。ね。これ可愛いでしょ、これ。はあ、<laughs> めちゃくちゃリアルじゃないですか、これ。ね。はあ、めちゃくちゃリアルでしょ、これ。ええ、へへ昨日、あのー、これ西松屋で買ったんです。<laughs> まあ、あのー、 ことの経緯はちょっといろいろあれなんでまた今度話しますけども、猫が好きでね。で、今日の動画ですね、えっと、まあ、ちょっと昭和、平成の人間をちょっと、ん、聞く人によっては、いやこれディスってんじゃないのって、えー、思われてしまうかもしれない話なんですけども、はい。えっと、そうですね、タイトルはまあまた追いおいつけようかな。今考えると、 攻撃的なタイトルしか思いつかないんで。はい、<laughs> で、えっと、一応まだね、あのー、僕のこと知らない人のために、一応初めに言っておきますけど、僕も昭和生まれです。はい、<laughs> バリバリの昭和生まれ。まあ、バリバリって言ってもね、ほとんどあの、昭和の最後の方の生まれなんで、バリバリ、バリバリじゃないか。はい。かろうじで昭和生まれなんですけども、はい。まあ、一応僕も昭和生まれですってことを字ならしで、はい、えー、言っておきます。 えね、これ、令和生まれとかね、平成後期の生まれが昭和とか平成初期の生まれの人のことね、動画で言うと、何やんこいつこのクソが若造があって、はい、直情的に反発されてしまう場合があるんで、まあ自分もね、昭和生まれなんで、えー、ね、まあ、そうやって言う資格があるんだよっていうことはね。でね、あのー、今回僕が言いたいのは、 えっと、昭和の人間の、まあ、あのー、全員じゃないんですけども、ほとんどの人、あとは、ま、平成初期の生まれですね。はい。初期、中期の生まれの人で、ほとんどの人が、あー、もう本当に口癖になってる、ちょっと間違った言葉があってて、えあ、ー、っててってのもちょっとなんか間違ってる気がしますけども、<laughs> 間違ってる言葉があって、あの、しょうがないっていうね。はい。しょうがない。しょうがないじゃんってよく言うじゃないですか。あのね、 僕今まで、まあ、37年生きてきてほとんどのケースでそのしょうがないじゃんってね聞いてきたほとんどのケースであの全然しょうがなくないんですよね。うん、これね本当にあに昭和の生まれの人とかその平成初期の生まれの人、まあ、僕も含めなんですけどもしょうがないじゃんって結構口癖になっとるんですよ。 しょうがないだろっていう、なんかその、なんかね、しょうがなくないんだけど、実際、よく考えてみたら、全然しょうがなくないんじゃないのみたいなことも、しょうがないだろうで、終わらせちゃうっていう、こうよくない癖がね、ついてるんですよ。はい。まあ、やっぱ時代的にもね、あのー、もう昔から決まってることに関しては、もう、いや、それおかしいだろ、どう考えてもっていうことに対しても、まあ、ちゃちゃを入れると、いや、もう、しょうがないじゃん、昔から決まってるんだからで、 ま、突っ跳ねられてた時代だったし、え、それがまあ良きとされてた時代だったんで、まあ、時代のせいもあるのかなとは思うんですけども、はい。あのー、だけど多分今の子たちからすると、え、こいつらほんとバカなんちゃうかなっていうふうに多分思われちゃうぐらい、全然しょうがなくないことも、しょうがないじゃんって言ってきたんですよ、僕ら。はい。 うん、これ本当にね、良くないな。だからね、あのー、古い人間が、僕ら昭和とかね、その平成、初期の生まれの人間が、まあ、あのー、平成の中期、後期から、えー、まあ、令和生まれつ、もう、今、令和ではもう、6歳か。はい。まあ、はい。そういう若者に対して、まあ、若者に対してね、若者と、あの、分かり合えない。はい。往々にしてね、分かり合えないことがね、多いのは、このせいなんじゃないかなって、このせいが全てじゃないけども、 まあそれが大きな要因になってるんじゃないかなって、うん。いやもうこれね、ほんと常々思いますね。全然しょうがなくないことも、僕ら本当に、いやしょうがないだろうで、ね。多分めんどくさいからなんでしょうね、考えるのが。うん。これがやっぱりすごく良くなくて、で、変な話、やっぱり、その、今までね、昔から決まってた、例えば、会社の規則だったりとか、 それこそ、まあ、あの、すべての人間にね、国民に適用されるものだと法律とかね、はい。いろいろそういう決まり事ってやっぱあるじゃないですか。ルールみたいなのがね、はい。で、まあ、あと社会の、うんと、法律には抵触しないけども、まあ、社会のルールみたいなのがあるじゃないですか。昔から決まってるみたいな。だけど、結構、その、昔から決まってる規則ルール、まあ、日本にあるね、えー、規則ルールって、 結構、いや、これおかしいんじゃないのみたいなのいっぱいあるじゃないですか。例えば、もう代表的なところで行くと、こうあの、拘束ですね。学校の拘束。うん。え、頭髪とかね。えー、まあいろいろそういうことに関するの、のわけのわからない拘束とかって結構あるでしょうはい。な、なこれみたいな。え、誰、誰がこれ決めたのみたいな。<laughs> え、いつの人間が決めたのこれみたいな拘束とかあるじゃないですか。 だけど、全然日本ってそれがアップデートされないまま、今日まで、えー、残っちゃってるんですよね。会社もそうですね、大企業とか、まあ、あと親族経営のね、ちょっとね、そういう、うはい、とこ、意外と大きい会社でも親族経営のね、上がほとんど親族で、みたいな。もうあの、それこそ前ね、ちょっといろいろありました。はい、中古か、中古、車販売のね、会社とかもね、結構ありましたよね。はい。 そういうところとかは結構ねそう、あるんですよ。え、何この決まり何なのこれみたいな。うん。意味不明なんだけどみたいなね。はい。目的は何みたいな決まり事を意外とね、それが、あの、良きとされて残っちゃってるんですよ。で、これ変じゃないですかっていうと、いやいやいや、昔から決まってることだからしょうがないんだよっていうふうに言われてしまうんですよ。拘束もそうですね。はい。 もうわけのわかんない、なんかもう本当異次元級に意味のわからない拘束って結構あるんですよ、うん。服装に関してもそうだし、髪型に関してもそうだし、うん。ねだけどそれを生徒たちが、え、これなんでなんですかって言っても、いや、決まってるからしょうがないんだよ。で、終わっちゃうんですよね。はい。で、これがね、やっぱすごく良くないなと思って、うん。で法律でもありますよ。いっぱい。ね。なんちゃら取締法とかね。はい。それ、誰が悪いのそれ、どこが悪いの誰に迷惑かけたのみたいな。 いいやいやそういうふうな法律で決まってるからしょうがないんだよ。で終わっちゃうんですよね。はい、あ。でも実際、正直言ってっしょうがなくないんですよ。うん。それって考えるのを結局めんどくさいからやめてるだけで全然しょうがなくないんですよ。だから若者とかね、本当にその考えが柔軟になってきている日本人にとって、はい、あ。僕もね、年齢的にはね、それなりに柔軟な考えの方だと思うんですよ。だけどまあ、それでもやっぱり昭和の生まれなんで。 うん、まあ今の若者よりかはね全然やっぱり、うん、頭固いんではい、あ、あのー、本当に柔軟な若者たちにとっては何なんだよ <laughs> 全然しょうがなくねえたらお前ら考えるのめんどくせえだけだろって絶対ね嫌われちゃいますよ、うん、でやっぱりねその時代って結局作っていくのって若者じゃないですか悲しいけどね 僕たちね、おっさん、で僕らがも,もっと上のね、高年のおっさん、おばさんたちが、えー、作ってきた国だと。はい、あ。そういうふうに自負している中高年の方いっぱいいると思うんで、まあ悲しいと思うんですよ。だけども、やっぱりね、結局時代を作っていく、国を作っていくって、若者の役割ですよ。うん。未来ある若者のね。はい。で、そんな若者が、やっぱりね、僕は中心だと思うんで、うん。 大人たちはねその若者たちの考えとか時代をやっぱね最もねその尊重すべきなんじゃないかなっていうね、うん、若者文化じゃないですけどもその若者が抱えているそのなんでみたいなところって大人がまたもっと尊重すべきですよね。うん はい、あ。僕たち、やっぱりもう中高年のおっさんおばさんは、もう置いて衰退していく、枯れていくのみですから。<laughs> 悲しいけどね。えー、まあ、枯れていきながらも楽しませてもらえますけども。うん。だけど、まあやっぱり、時代の中心は若者ですから。やっぱり、時代って結局若者中心にフィットしていくじゃないですか。で、その若者たちが、またね、えー、もう少し脂が乗ってきていい年齢になってきたらね、 えー、きっといろんなものを、新しいものをね、作っていってくれるでしょうから、やっぱりね、時代も、その、決まり事も、そういうね、柔軟な若者たちに合わしていくべきなんじゃないかなって僕は思うんですよね。うん。だし、僕から見てても、いや、しょうがなくないよね、これっていうこと、本当多いんで、 いやあのー、ねやっぱりアップデートしていかないといけないんじゃないかなっていうで日本ってやっぱり先進国ですからはいあのー、僕よく先進国ですから先進国ですからって口にするんですけどいややっぱりねその先進国なんだったら考えも考え方とかやっぱそういう思考もねそう先進国っぽいなんかうんクリエイティブで柔軟な思考にねなんかなっていく。 いかないと、むしろ変ですよね、ね本来だったら、ねうん、どんだけ頑固なんだろうなって思うんですけども、まあ、昔のね人間やっぱ昭和の人間ね平成初期の人間に言わせるといやその頑固なところが日本人のいいところなんだとかね、えー、やっぱその世界とはねその違うところそういうところが日本人ならではだからいいんだよ、ね、しょうがないんだよってまた言われちゃうんだけども、はあ、そんなことないと思うんですよねやっぱりアップデートはしていかないといけないと思うし うん、時代に結局そぐってない考えを、いや、これがね、古き良き考えなんだよって言ってるのって、やっぱちょっと変だと思うですね。違和感を感じるですね。うん。だからね、まあ僕がこんなとこでね、ほざいたところで <laughs>、何の、あのね、あの、変わりもないんですよ。世の中に。だけども、まあ、一応ね、数百回から、あの、せいぜい千回ぐらいは、まだ、あの、見てもらえる余力があるのでね。 ギリギリ、もうそろそろそれすらもう,もう危,危うくなってくるでしょうけど僕。うん。まだ一応数百回から千回ぐらいは見てくれるうと、はい。信じて、ね。その数百人、千人がね、えー、あ、そうかもしれないな。もっとなんか、うん、アップデートしていかないといけないかなとかね。いや、あのー、今までね、しょうがないでしょって自分の娘、息子たちに言ってたことって、いや、本当にしょうがないことだったのかなって、ちょっと考えるきっかけになってくれればね。 やっぱりそのバタフライエフェクトじゃないですけども、ね、えー、最初がね、まあ数百人が聞いたかもしんないけど、その後もしかしたらその人たちが拡散してくれてね、えー、どん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 、はい。で、気がついた頃には大きなね、影響になってるかもしれないんで、ないと思いますけど、はい。ね、こういう風に動画を打つことも、まあね、まあ、ね僕にできること、我々精一杯なのかなっていう,ういうふうに思いますね。僕の中ではこれが政治活動なんですよ。自分的には、はい。一番の。 うんねあのー、日本の政治には正直興味ないですけども、うん、まあやっぱりね、今後生活、まだまだ人生長い若者たちいっぱいいますから、そういう子たちのためにね、あのー、ちょっと、えー、同年代の中だと、何こいつ頭おかしいんじゃないのって言われてた僕が、はい、あのー、一応ね、その古い人間を代表して、えー、まあね、 えー、勝手に代表してますけども、そうそう、いろいろ、ちゃちゃを入れていけたらいいんじゃないかな、っていう、おっさんとして、うん。しょうがないこと、ね。本当にしょうがないことなら、しょうがないし、まあ本当にしょうがないこともあるんですけども、世の中。だけど、だけどね、その、今まで日本人が言ってたしょうがないは、多分9割型、あの、しょうがなくないですね。はい。 えー、ということでね、今からでもね、やっぱり、あの、おかしいなっていうことは、どんどん見直していくべきじゃないかなっていうふうに思います。法律も、会社の規則も、えー、学校の拘束もね。はい。うん。誰が見ても、いや、これおかしいよね。昔から決まってるってだけで、えー、やってるよねっていうやつは変えていきましょうよ。話し合いましょうよってね。カロリーは使いますけども、ね。えー、話し合っていった方が、あよりいいものになるんじゃないですかっていうお話でした。はい。えー、ケンタデンでした。 手足唇、絶賛、ブツブツなんで、あの、今日はこの、これを着てます。はい。<laughs> さよなら。